マラソンやハイキング、長時間の立ち仕事などで土踏まずに過度な負担がかかると、の測定腱膜に炎症を起こして痛みを生じる。測定腱膜炎の患者さんの数は非常に多くて、人口の約 10% ぐらいが罹患されて言われています。土踏まずの部分でテニスボールを転がすようにして、測定腱膜のストレッチを行うことができます。皆さん、こんにちは。神戸市の垂水区の川上整形外科クリニックの川上と申します。本日は測定腱膜炎について皆さんにご説明したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。足の裏には、かかとの骨から足の付け根の骨をつなぐですね、繊維が扇状の膜のような形になって広がっています。これが測定腱膜と言われるもので、模型で示しますと、このゴムのように、こちらかかとの骨と足の指をつなぐような形でですね、繊維状の組織があります。この測定腱膜というのはアーチ状になった足の土踏まずを支えている非常に重要な役割を果たしています。また足の衝撃を和らげるようなクッションのような役割を果たしていますが、この測定腱膜に炎症を起こして痛みを生じる。それが測定腱膜炎の症状となっております。診断としましては、かかとの内側の痛みに加えて、整形科ではレントゲンやエコー、MRI を用いて診断を行います。レントゲンでは、かかとの骨の部分を撮影して、測定腱膜の付着部に骨棘、骨のトゲのようなものが見られる場合があります。また、超音波の検査では、測定腱膜の付着部が分厚くなったり、炎症を確認することができます。MRI でも、その炎症の範囲であったり、浮腫の範囲を確認することができます。測定腱膜炎の原因ですが、マラソンやハイキング、長時間の立ち仕事などで土踏まずに過度な負担がかかると、測定腱膜がかかとの付近で引き伸ばされるような力が繰り返しかかるようなことになります。この時に測定腱膜に炎症や目に見えない小さい傷などが起こり、それが痛みの原因になると考えられています。測定腱膜炎の患者さんの数は非常に多くて、人口の約 10% ぐらいが罹患されると言われています。また、足の裏の痛みで整形科を受診される方の同じく1割ぐらいの方に測定腱膜炎の症状が見られるというふうに言われています。測定腱膜炎以外にも、足の裏が痛くなる病気として、足根管症候群という足の神経が圧迫されて起こるような病気であったり、筋肉や腱が部分的に断裂している場合もありますので、痛みが続く方は、整形科を受診されることをお勧めします。測定腱膜炎になりやすい方としましては、マラソンなどの長距離で、特にアスファルト舗装された硬い道を走っていると、この病気になりやすいと言われています。スポーツをよくされる方はもちろんそうですが、スポーツをされない一般の方でも、普段履いている靴が合わないであったり、中年以降の女性の方は、加齢などにより足の筋力が低下したり、足首が硬くなってしまって足の裏への負担がかかってしまうと測定腱膜炎になりやすいと言われています。また、体重が増えることで足への負担が増加することによって測定腱膜炎にの症状が強く現れやすいと言えると思います。足の体が硬いとですね、皮腹筋とかヒラメ筋というですね、硬いの筋肉ですよね。足の硬いの裏の筋肉が硬いと足首は硬くなってしまいますので、測定腱膜にかかる負担が増えてしまうんですよね。そうすることによって、測定腱膜炎になりやすいというふうに言われています。まあ、コロナで増えているということもあると思いますけど、むしろこれは運動する人に起こりやすいので、近年のマラソンとかジョギングをされる方の方が起こりやすいかなと思うんですよ。ただ、普段あまり運動していない、まあ、コロナでどうしても運動していない方が、まあ、急にたくさんマラソンをしたりとか運動することによって痛みが強く出るっていうのはあると思いますね。測定腱膜炎の症状ですが、起床時の立ち上がりの一歩目、また歩き始めや練習開始時に疼痛が生じやすい傾向にあります。歩行量や練習量が増えると疼痛が増強することがあります。軽症であれば運動開始時に疼痛あるのみで徐々に改善していきますが、重症になると疼痛が増悪して運動の維持が困難となります。かかとの少し内側を指で押すと強い痛みを感じるのは測定腱膜炎に特徴的な症状と言えると思います。
底腱膜炎を起こさないためには十分なストレッチを行うことが大切です。足を両手で覆い、足の先から足首にかけて十分に反らします。その際、足の裏がピーンと伸びているように感じることが大切です。10回を1セットにして1日3セットぐらいを目安に行うようにしてください。テニスボールを用いたストレッチも有効です。土踏まずの部分でテニスボールを転がすようにしてストレッチをすることで、測定腱膜に十分な刺激を与えることで測定腱膜のストレッチを行うことができます。次に、タオルギャザーと言われるタオルを用いたストレッチを紹介します。タオルを足の指で手繰り寄せるようにして足の指の筋肉を鍛えたり、ストレッチを行うことができます。余裕がある方はペットボトルなどを用いて負荷をかけることで、さらに筋力をつけることができます。その他にも、適度な運動をしたり、自分の足に合った靴を履くことが大切です。靴が合わないと歩行時に足が動いてしまい、測定腱膜に負担がかかってしまうからです。その他、運動を行う時のスポーツシューズは軽くて薄い靴よりもクッションが入ったものを選ばれる方がいいと思います。ヒールなども測定腱膜炎の症状を悪化させることがありますので、痛みが強い場合は避けることは望ましいとされています。急に体重が増加することによって足への負担が増えて測定腱膜炎の痛みにつながる場合もあります。規則正しい生活をすることも痛みの軽減につながります。測定腱膜炎の治療法ですが、消炎鎮痛剤の内服やシップなどの外用薬を貼ること、スポーツが原因であればランニングやジャンプなどの動作をしばらく控えることが大切です。整形外科では痛い箇所に電気を当てるような物理療法を行ったり、その他装具療法としましては、体重がかからないようにかかとの骨の測定腱膜の付着の箇所に穴を開けたアーチサポートなどのインソール、測定部のアーチの形態を維持するような治療方法を行うこともあります。テーピングや市販で売られているようなかかとの骨にパッドを当てるような治療であったり、掌骨パッドと呼ばれるかかとの骨に負担がかからないような装具を市販でもよく売っておりますので、使って痛みが取れるのであれば問題ないかなと思います。また難治性、なかなか治らないような測定腱膜炎に対してはヒアルロン酸という注射を局所に行ったり、体外衝撃波という衝撃波を当てて測定腱膜炎の疼痛を除去するような治療も行っております。重症化した場合は歩行困難につながるような症例もあります。痛みが続く場合、歩行時に強い痛みを感じるような場合は医療機関を受診することがお勧めされます。